お笑いメモがあります。YouTube の中に。メモ派コメント欄なので、新しい順と人気順に並べ替えられます。人気順。以前にもやってみたコメント欄の人気順を紹介していきたいと思います。ま、どういう測定で人気順なのかはわかりませんけどね。人気上位から並べています。トップはジュリエッタ藤本さん。重大発表。九条ジョーさん復活はカバの頃。最新の書き込みは上位に来ます。ここからが日付がずれてきます。ほぼ毎日書き込んでいてです。おう、3週間前の若葉の頃、6日前の何かが書かれてないものは、YTV お笑い新人賞を見ながら書いていたものです。ランジャタイの M-1 ラストイヤーの決勝戦を見た時のメモ、強い。まだまだお笑い新人賞メモが続きます。ダイヤモンド寄せ1万枚以上、売れたって言ってませんでした。ダイヤモンドが男性ブランコの音符運びやってましたね。上地さん素敵が入ってて恥ずかしい。だって色気がすごいでしょ。ねえ、ビスブラ病を患っております。ワルコポロリの過去回、アメトークくらい、いろいろ見たい。マルコプロリ以外にもパンサー向井さんのラジオでも優勝決まる前からウエストランド呼んでたの熱いな。ニューヨークの M1 後の配信面白かった。嶋佐さんが無限大ホールにダイヤモンドを見送りに行ってましたよね。ヘンダーソンを漫才劇場に見に行った時、たくさんのコンビが出てる中、20世紀のコントの印象が残ってるんですよね。フジロック芸人、ビスブラのお二人、チョコレートプラネット、永田さんが大活躍したフェス、ロザン、宇治原さん、賢面白い、ロッチ、コカドさんが作ったサコッシュ、空気階段かたまりさんがロンドンハーツ、ファッションチェックでかけてましたよね。はい、ここまで。次回をお楽しみに。